こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。防衛省は、近年日本で開発された装備品の輸出を検討している。豪州の潜水艦計画は、くしくも、いや選べれなくて済んだ。あの時後悔は今になってましてくるのでしょう。また別の装備品も輸出の話が。それが B1 哨戒機の売り込みです。独仏共同開発する哨戒機計画へ参入する話を知っているでしょうか。では今回ここにスポットを当てて話していきますね。海上自衛隊がそれまでのアメリカロッキード・マーチン社製の P3C 追戦哨戒機に変えて2013年から実戦配備を始めた機体が国産の P1 追戦哨戒機であるが、やはり輸出先の獲得は厳しいようだ。日本側はこの P1 追戦哨戒機の輸出に向け精力的にヨーロッパの航空ショーなどへの出展を行ってきたが、今回2020年9月、その最大の輸出目標国であったドイツが遠のく姿勢を鮮明にした。ドイツは日本と同じく P3C 追戦哨戒機を運用中だが、この代替機についてフランスとの共同開発を実施する方向で進んでおり、このベース機に日本の P1 追戦哨戒機が提案されていたものだ。これまで比較的順調に P1 追戦哨戒機の検討が進められているとも伝えられていた。ドイツが方向転換したのは P1 追戦哨戒機採用には軍用機として形式証明取得に時間を要すとの理由らしい。 P1 追戦哨戒機の輸出に関してはすでに2015年にイギリスに向けたセールスでアメリカの P8 追戦哨戒機に敗れており、またニュージーランドも同様に P8 追戦哨戒機を採用するなど連敗中だった。もとよりドイツはフランスとの新型対戦哨戒機の共同開発を目指していたことから、そもそもが厳しい案件であり、日本側が P8 追戦哨戒機よりも使用の自由度が高いことを訴求するも空振りに終わったと言えよう。アメリカの P8 追戦哨戒機はオーストラリアやイギリス、インドなどに採用されているが、基本的には自国仕様と同等の性能では輸出しないとされており、インド向けなどはダウングレード版となっている。ただしオーストラリア、イギリス、ニュージーランド、カナダの4国とアメリカとはいわゆるファイブアイズと呼ばれる情報機関の情報の相互共有を行うウクサ協定を結んでいる国として例外的に扱われている。アメリカの P8 追戦哨戒機は民間旅客機としてベストセラーである。ボーイング737をベースとしており、アメリカ空軍では2013年から実戦配備が進められ、100機を超える機体が順次就役を継続中だ。P8 追戦哨戒機は無人機 MQ-4C との連動を前提とした機体であり、低空の哨戒などには無人機 MQ-4C を完成して実施するため、
基本仕様には磁気探知機を未搭載だが、インド仕様では追加されている。このあたりも、ロシアの潜水艦を探知する上では、磁気探知機を元から。備えている P-1 対潜哨戒機にメリットがあるはずと日本側では、考えていた模様だが、結果的にはそれを重視されなかったと言えるだろう。ただ、こうした無人機 MQ-4C との連動による磁気探知機などより先に、フランスとドイツの後ろには伝統的に航空機企業のエアバス社が控えており、同社の旅客機 A320neo を対潜哨戒機にする案が問題だった。2018年のシンガポールにおける航空ショーにて、エアバス A320neo を対潜哨戒機とする構想が発表された時点で、政治的な観点からも日本のP-1 対潜哨戒機の輸出はすでに現実的ではなかったのかもしれない。2020年時点で、いわゆる西側諸国における旅客機製造企業として、ヨーロッパのエアバス社とアメリカのボーイング社とは、今やこの2つしか存続していない強力な競合状態にあり、熾烈なシェア争いを繰り返している。それを考慮すれば、ヨーロッパの代表国としてエアバス社のプランをフランスやドイツが優先するであろうことは明らかであり、全世界に向けてこれまで4500機以上が生産されたエアバス A320neo の信頼性も厚い。エアバス A320neo を対潜哨戒機のベースとした場合でも、アメリカの P-8 対潜哨戒機と同様に、磁気探知機は未搭載になると思われ、この点 P-1 対潜哨戒機の方がスペック的には勝るとも考えられていた。しかも、P-8 対潜哨戒機やエアバス A320neo を対潜哨戒機とした場合には、元の旅客機という素地から高高度を飛行するのに向いており、対潜哨戒機としては、そもそも決して最適な機体ではないことが前提にある。それでもアメリカをはじめ、多数の国が、P-8 対潜哨戒機を採用している。現実から見れば、ランニングコストやメンテナンスにノウハウが、確立された安定した運用体制が可能な機体を選択しているように映る。これは P-1 対潜哨戒機に限らず、日本の防衛装備品全体に当てはまる極めて重大なハードルであり、日本がこれらをできるだけ内製化してノウハウを維持したいと考えるのと表裏一体のジレンマだろう。ちなみに、日本は P-1 対潜哨戒機をおよそ1機あたり約160億円で調達しているが、インド仕様の P-8 対潜哨戒機は8機で21億ドル、およそ1機あたりは280億円ほどにもなり、決して導入コストだけが問題だとは思われない。